7時38分です。つながるセブン、つながる解放区のコーナー。今日はですね、美しい女性がお二人おいでいただいております。まずお一人目の方は、平田真彦さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平田さんは、はい、今アメリカにお住まい？はい、アメリカに住んでいます。アメリカで、音楽をやってらっしゃるんですか？はい、そうです。ピアニストです。すごくぶしきりすみません。ピアニストの方の手見せていただいていいですか？普通の手ですよ。あのね、ピアニストの方の手ってやっぱり物を弾く手なんだなっていつも僕見せていたいと思うんですよ。そうですか。小指は長いんですよね。あれするかな。本当だ。小指長っ。相続してるんですけど。本当に小指が小指が人差し指みたいですね。そうですね。それはすごく得なんですけど。あ、そうですね。鍵盤をこう。そうですね。悩ましいですね。あの、どうなんですか。アメリカにお住まいになって音楽をやりになる。日本でおやりになるとやっぱり違うんですか、環境とかも。そうですね。歴史がある国と歴史がない国の違いだと思いますけれども、アメリカですと慣習にとらわれないで、個性というものがより尊重されるのではないかというふうに思いますね。じゃあ、あの、平田さんは平田さんのこういう音楽なんだよっていうとこから入ってくれる。そうですね。子供の時からそういうふうに教えてもらいましたので、はい、楽しかったですね。じゃあのびのびとピアノを弾くことができたんですね。今の相田さんの、ね、お話じゃないけど、ね、のびのびとっていうのってすごい必要なんです ね楽しんでいるってことで好きこそものの上手なれですよね。そうですよね。いい言葉だな。しし本当にな。私も確かに小さい頃ピアノいやいややってた気がします。なんかいやいやはダメだったんだね。そうなんです。いやいややってお母さんに怒られてあーっていうのを思い出しますね。でもういろんな国で演奏なさってるんですよね。そうですね。はい、あとマケドニアとかボリビア、南米のボリビアですね、はい、あとヨーロッパもたくさん回りましたし、アメリカもあの全国ツアーで回りましたので、いろいろ見る機会がありました。どうですか、なんか印象に残ってる演奏会みたいなのありますか？あの東欧ですね、旧東ドイツですね、はい、そこであの壁が落ちた後なんですけれども、はいはい、あのネオナチがたくさんいたんですよ。でも本当に友達が黒人の友達だったんですけれども、バスで殴られたりとかそういうことがありまして、あのでもその後でピアノリサイタルさせていただいたんですけれども、あの皆さん本当によく聞いてくださったんですよね。ですごくそれがあの心に残りましたね。逆にそういうものに対する欲求みたいなのが溜まってたっていう部分もあったのかもしれないですよね。そうかもしれないですね。いいな。あの日本ではおやりにならないですか？あの毎年やってるんです、はい、今年で実は10周年なんですね。すいません、失礼しました。もう大変ご無礼申しました。とんでもないです。日本での演奏会はどうですか？ご自分のやりに。あのすごくやっぱり私の母国ですから、はい、あの全然違いますよね、気持ちが。あのお客さんとよりつながれる気持ちがしますし、私も日本語でトークができるので、まあ、英語でもできますけど、あのよりなんていうか心に近いところですし、楽しいですね。あのお客さんとのなんていうんでしょう、僕よくわかんないですけども、音楽家の方はよくこう共鳴するっていうことをおっしゃるじゃないですか、はい、やっぱりあるんですか？もちろんです。私は演奏会というものは演奏者が壇上から投げかけるものではなくて、はい、こう音楽を通じて聴衆と演奏者が一体となって時空を楽しむという会にしたいと思うんですね。ですからもう共同制作と思ってあの来ていただきたいんですよね。そこにいる一人一人皆さんが一緒に作ってるコンサート、本当に聞く方が積極的に音楽を解釈するって、でそういう音楽を私も提供したいですし、なんかこうね、特にあのピアノの、ね、演奏会で気になる時にちょっと緊張したりお客さんにするじゃないですか、ちょっとかしこまってっていうのあるじゃないですか。でも私はその敷居が高いっていうイメージを、クラシック音楽のイメージをあの取り除きたいと思って、あのまあトークもしますし、あとあの質問コーナーとか設けてみたりとか、あのなるだけこう本当につながるっていうことで音楽を通じて、そういう、そういう心がけでやりたいと思ってるんですけど、これからも。僕あの三枝茂樹さんのやった六本木男性合唱団に入ってるんですけども、入るまではなんて難しいんだろうなと思ったんですけど、入ると三枝さんがこの歌はなこんな心情なんだよとか、この曲はこういうふうにベートーベンが作ってるんだとか言うと、普通の人じゃんっていうふうに思えたりするんですよね。普通の人ですよ、ね、たまたま特権的に音楽をやらせていただいてますけど、本当にみんな人間みんな兄弟ですよね。そうなんですね。だからなんかこう音符から人がつながっていくってすごいことですよね。そうですよね。
あの CD をお出し、はい、はい、4枚出してるんです、はい、あの私のホームページでご購入いただけるんですけれども、はい、あのラベルが1枚目で、はい、そして次が、シューベルトとかガチガチクラシックなんですけど、はい、で3枚目があのエチュードシリアスリーってこれはジョークなんですけど、はい、あのいろんな小さなエチュードをバッハから、プロコフィエフまで、はい、あの時代を追ってあの5分ぐらいずつの曲をお聴きいただける。最後がハンマークラビア、これはベートーベンの一番長いソナタなんですけれども、はい、交響曲よりも長くて、はい、あのすごく大変なんですけど、はい、私は楽しんで弾いたので録音しました。あ、いいですね、はい、これねピアノの曲を聴くとまたその、オーケストラとも違 う、ね、そうですね、弦とも違う感とも違う、なんかこう染みるところってありますよね。で時々聞いててあった楽器なんだって瞬間がそれもそうです。ありますよね。それもそうです。ね、なんでぜひあのね、平さんのホームページから CD の方ですね検索していただいて、いろんな平さんの奏でるですねピアノを聴いてあげるといいなと思っていますのでね。あのまた戻られちゃうんですかアメリカ？あの明日アメリカに帰るんです。そう忙しい。またあのいらした時にはですね、あのもしよかったらちょっとちっちゃいピアノを置いておきますね。ちょこちょこって弾いて。嬉しいです。ぜひぜひ。すいません。呼んでください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は平野さんにお会いいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。